とあっという間に1年半が経ちました。神戸日英語学院の最初の留学生として体験したことをお話しします。最初は入学式に参加できませんでしたが、本日皆さんと一緒に卒業式に参加できて嬉しい限りです。1年半の間に いろいろな体験をしました。学校は、私たちにさまざまなことを知ってくださいました。例えば USJ にユニバーサルスタジオジャパンに遠足として連れて行ってくださいました。高い費用なので次の留学生は行けるかどうか分かりません。私たちは幸運かもしれません。また、明石大橋と奈良にも見学に連れて行ってくださいました。それで日本文化と日本語を磨くことができたし、その上に多少日本の歴史も勉強できました。神戸日語学院の先生とスタッフの皆さんは私たちの目標への道を歩み続けられるように助けてくださいました。先生方の協力を抜きにしては今までの私の成功はありえません。愛知志望校に合格できました。この学校は私の第二の家族みたいです。その家族で私は以前より、日本の国を詳しく知ることができました。日々少しずつ積み上げてきましたが、1年半にわたる経験は、日本の生活で生きるために十分だと思います。神戸日語学院は、留学生にとって日本への確かな扉です。苦痛だった日々がそれから思い出すと一番美しいかもしれません。ここで出会った先生は今